不倫報道を謝罪したお笑いトリオジャングルポケットの斉藤慎二が20日、東京、新宿のルミネ座吉本の公演に出演し、集まったファンに謝罪した。写真、やばくないですか？この顔面偏差値、ジャンポケ斉藤の3歳息子公演前にはパーソナリティを務める TBS ラジオ、地方創生プログラム 1J、毎週日曜前8時を欠席していたため、ディスプレイに、ジャングルポケットと表示された瞬間、会場では驚きの声と大きな拍手が起こった。ネタの冒頭、相方の太田博久が、最近プライベートが大変らしいな、と切り出し、斉藤は客席に向かってしんしんと頭を下げた。コントネタということもあり、太田は、なんで、壁、に向かって謝ってんだよ。謝るなら俺らだろ、と突っ込みつつ、頭を上げない斉藤の背中を叩いた。斉藤はこの日、同所での計3公演に出演予定となっている。フライデーデジタルで配信された記事によると、斉藤は今年6月、福岡のキャバクラで知り合った女性キャストと関係を持ったとされる。記者が斉藤に直撃取材した際も不倫を認めたという。斉藤は2017年12月にタレントの瀬戸沙織、3号と結婚。19年11月に第一子となる男児が誕生している。17日に斉藤は自身の SNS にて、一部報道にあった通り、妻と子供がいるにもかかわらず軽率な行動をとってしまいました、と告白。お世話になっている仕事関係の皆様にご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。ファンの皆様にも不快な思いをさせてしまったと思います。重ねてお詫びします。深く反省し家族を大切に生活していきます。と反省の言葉を並べていた。